ワンナップグルメ。今回お届けするのはこちらの企画です。じゃん、新潟地場食ファミリープロジェクト。説明しよう。新潟地場食ファミリープロジェクトとは、県産の農産物や畜産物の地産地消を推進する JA 全農新潟のプロジェクトのこと。毎回一つの県産食材にフォーカスして、その魅力に迫ります。今回取り上げる食材は、新潟がダントツの生産量を誇る切り餅。その人気の秘密を探るべく工場へ潜入しました。さらに新潟市内のレストランで食べられる期間限定メニューもご紹介します。とろけてる、伸びる、あ、何この絵力食べ応え満点、もっちもちのお餅メニューでワンナップ。伺ったのは新発田市にある佐藤食品の切り餅工場。いざ工場内に潜入。出迎えてくれたのは工場長の五十嵐さんです。ここではどのくらいの量の切り餅が作られているんですか？まあ1日こちらの80万個ですね、本数でいうと1日40トン製造できる工場になっております。そのため倉庫には毎日のように大量のもち米が運ばれます。使うのは新潟県産を含む国産のもち米。うるち米に比べ粘り気の強いでんぷんを多く含んでいるため、もち米をつくとコシと伸びのあるお餅になるんです。精米し洗ったもち米は2時間ほど水に浸します。しっかりと水を吸わせることで舌触りの良いお餅になるんです。30分ほどかけて蒸し上げたら、お餅の一歩手前、おこわの状態になりました。このおこわをお餅に変えるのがこちら、自動餅つき機です。実際つくことで澱粉が絡み合ってコシの出るお餅になっております。またこちらではつきムラが出ないような工夫もなされております。ちょっと待って、それは聞くんですか？独自に開発した付き方で付きムラをなくし、均等な食感に仕上げます。また温度や湿度によって付く回数も変えているそうですよ。付き上がったお餅は薄く伸ばし、急速に冷やして付きたてのコシを持続させます。このひと手間が美味しいお餅になる秘訣です。冷蔵室で2日ほど寝かせたら、切り餅の大きさにカット。おなじみの形になりました。佐藤食品の切り餅で今人気なのが、新潟県産の黄金餅という品種を使った商品。黄金餅の特徴としましては、もち米の王様と呼ばれる品種でして、味、コシ、粘りと美味しいお餅になります。手軽に食べられてアレンジも効くので、幅広い世代の方に食べていただきたいと思います。そんな県産切り餅の魅力をもっと知ってもらうため、新潟地場食ファミリープロジェクトでは1月23日から新潟市内のレストラン10店舗で期間限定メニューを提供します。私も大好きなお餅、どんな料理にも合う食材ですが、今回はどんなメニューが食べられるのでしょうか？限定メニュー提供店の一つ、イタリア料理&バールタント亀田店。店内は開放感あふれるテーブル席に、家族連れに嬉しいお座敷席も完備。
種類豊富なサラダバーも楽しめるカジュアルなイタリアンレストランです。こんにちは。はい、いらっしゃいませ。今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。あの期間限定メニューがあると聞いてきたんですが。はい、切り餅を使ったピッツァです。ピッツァですか。自信作ですか。もちろんです。お餅だけに。その美味しさはお持ち帰り必至ですよ。県産食材の地産地消を推進する新潟地場食ファミリープロジェクト。今回は県産切り餅の魅力に迫ります。こちらのレストランで1月23日から提供の切り餅を使ったメニューとは。お待たせいたしました。はい、で餅と、明太マヨのピッツァでございます。うわー、いい香りしてます。ピザ一面を覆うチーズの中にお餅がしっかり入ってます。3種類のチーズを使っておりまして、まあ、餅と合わさって濃厚な重みのあるピザになってます。生地はイタリア産小麦粉を使ったお店のオリジナル。もちもちふっくらとした食感になるよう長期発酵させたこだわりの生地です。伸ばした生地に明太マヨソースがまんべんなく塗られ、薄切りのお餅が1、2、3、4、5枚乗りました。さらにその上からモッツァレラ、シュレッドチーズ、パルミジャーノの3種のチーズをトッピング。お餅が隠れるほどのボリュームです。専用のピザ窯に入れて焼くこと1分半。こんがりと焼き目のついたピザが出てきました。美味しそう。仕上げにたっぷりの大葉を乗せて完成です。とろけてる、伸びる。これが餅パワーですか、もしかして。はい。待って、全然切れない。いただきます。うん、餅とチーズが仲良くとろけてます。はい。大葉と明太子によって和のテイストもあって、これは間違いない組み合わせですね。よかった、ありがとうございます。味の濃厚さと複雑な風味が出てより美味しくなると思い、種類をちょっと多めにしております。なるほど。だからこのチーズのこの塩気とコクと、でそこにお餅が加わることによってさらにチーズ感を増してるというか。そうですね、食べ応えも十分になってると思います、ですね。はい、もうちょっと食べていいですか。どうぞどうぞ。もうちょっとね。こちらの期間限定メニュー1月23日から提供開始です。当店ではもともと餅を使ったピザをご提供させていただいておりまして、今回の餅の使ったピザも自信作になっておりますので、皆様にぜひ食べていただきたいと思っております。